新たに設置が発表されたのは、自転車小型モビリティ対策室です。自転車や電動キックボードなどの利用需要が高まる中、自転車が絡む事故が増大している実態を改善しようと、来月1日から設置されます。県警によりますと、去年の自転車が絡む。事故は一昨年と比べて95件、多い996件で7人が死亡しました。また！ 自転車が絡む事故のうち6割以上の626件で自転車側に交差点での安全不確認などの違反が見つかりました対策室では主に自転車などに対する街頭での取り締まりや交通ルールの啓発活動を専門に行う予定だということです